ジェームズ・ジョセフ・バルジャージェームズ・ジョセフ・バルジャーは1970年代から1990年代にかけて活動したアメリカ合衆国ボストンの元裏社会主領で元マサチューセッツ州上院議長ウィリアム・バルジャーの兄であるホワイトの通称で知られた1929年9月3日アイルランド系アメリカ人の両親の間にボストンのローチェスターで生まれる 1950年代に、ハウィー・ウィンター、ジェームズ・マクリーンらと共にウィンターヒル・ギャングを結成し、同じくアイルランド系のチャールズ・タウン・モブ、マフィアのパトリアルカ一家などと、熾烈な抗争を繰り広げた。1975年、連邦捜査局の情報提供者となり、パトリアル化一家に関する情報を提供していたが、情報提供者だった立場を悪用して、 次々に犯罪を実行した。1995年に一旦逮捕されたが逃走し、以降16年間、妻と共に逃亡生活を続けた。1999年には、FBI10 代最重要指名手配に選定され、バルジャーの逮捕につながる情報に200万ドルの懸賞金がかけられた。2011年6月、カリフォルニア州サンタモニカのアパートで逮捕された。 2013年8月、強括マネーロンダリング、麻薬取引などの犯罪と19件の殺人で起訴された。同年11月14日、終身刑2回と、懲役5年の判決を受けた。2018年10月30日、ウェストバージニア州の連邦刑務所で、極中死したことが明らかになった。去年89歳であった。米メディア各社は、 殺害されたと報じている。バルジャーの反省は2015年公開のアメリカ映画ブラックスキャンダルで映像化され、ジョニー・デップがバルジャーを演じている。また、2006年公開のアメリカ映画リッパーテッドでジャック・ニコルソンが演じた登場人物もバルジャーをモデルとしている。ABCDE、米の凶悪ギャング主寮、バルジャー受刑者が死亡獄中で殺害か。 アフプブニュース、フランス通信社。http コロンスラッシュスラッシュ www.afpbb.com スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ,ュ31952902018年11月1日閲覧。ジェームズ・バルジャー・ジェームズ・ワイティ・バルジャー・米伝説の、ギャングに、有罪弁護側構想へ、トピックギャロリス。シカゴトリビューン、http www. 四個語トリビューン .com ニュースキワイティバルジャーセンテンスマイナス -2013 万1114例44万3896ストーリーハットギャングスタージェームズワイティバルジャーキルドインジェイル BBC ニュース2018年10月30日閲覧ありがとうございます